会は何で見たの？あ、国会のリンクがあるんですよ。そのぐらいにして、先生、あの建築基準法改正の煽りで大変この建築業界、不動産業界が大変な状況になっているということなんですが、先生の認識はどんな感じですか？まずね、これもあの非常に重要だと思うのは、私法律家だからね、特に都市法というのをずっと専攻してきた人間なんです。だから一般的に言えば社会の中ではね、比較的、しかもおそらく何百番目ぐらいの範囲内ぐらいでは建築基準法と都市計画、都市を呼んでるグループだと思うんですよ。耐震基礎がありました。改めて法律改正されたものだけそれ見てみたわけ。そしたら恐ろしいですよ。ほとんども読めないです。法律は長すぎて、もう文章見にくくてですね、読めない。おそらく読める人ほとんども世に何人かしかいないぐらいにしかわからない。その法律が読めないんです。だから実務動かないんですよ、全く。ね、質問かない。で、それが今積もり積もって爆発してるわけですけれども、そもそも建築というのはどういうシステムにしたらいいか根本的に考えないと、この問題解けないというところに来ちゃったんだと思う。この問題、行き着くところまで来ちゃったということですよね。で、あの建築投資がもっと下がってきて、景気、GDP に影響を与えるぐらいガカッともう落ちてきてるの。法律の作り方まで。これも官僚がやってるからなんですよ。まず。あの不動産リートっていうんですか、これがもう年あの今年で 15% ぐらい下がってるっていう今日報道があったんですけど、それも完全な煽りですね。これ人災と言っていいんですかね。人災ってなんかもうちょっと人の言葉で、エコノミストあたりですと官製不況という言い方でくくってまして、建築基準法もこれは官がねやりすぎたために起こってるんだということを言ってますけど、要するに見てもらうとね、その法律の中にあのいろいろ施行令とかってあるんですけど、それ見るとハンコ、誰がハンコすべきかとかね、何枚閉じすべきかみたいな全部書いてあって、これやったらわけわからんなっていう感じなんです。特に一番の欠点はね、建築っていうのは自分で作ってみるとわかるんですけど、最初図面書きますよね、こういうイメージありますよね。で確認を取る、工事始める、こっちこう直した方がいいとか、これもうちょっと上に上げようとかって、やっぱりそのあの生き物なんですよ。ところが今回の建築基準法はこれ生き物でなくて死に体にしちゃってるんです。だから直せないんです、一回取っちゃうと。また初めっかりやり直しになるんです。その手間と図面とかエネルギーは膨大なんですよ。だからそのなんていうんですかね、こいつは性善説と性悪説あって、今まではある程度性善説でですね、で細かいところについてはプロフェッションである建築家とか、その管理する人を任せるという話だったので、建築家を信用できないという前提になっているもの、制約説に立ってあらゆることを全部決めちゃったんです。逆に動かなくなっちゃってるんですよ。先生にあの以前聞いたことの中で、やはりその設計士という地位が曖昧だということをおっしゃったことあるんですが、そのあたりは日本でもね、確かにあのいろいろプロフェッションという言葉で言ってるんですけど、医者も弁護士も悪いことしてて、どうにもなんないこともあるんですけど、それでもですよ、しかし医者に行ったらですよ、この人はあの病気治してくれるかもしれない、あるいは自分が捕まったあの釈放してくれるかもしれないし、裁判所で戦ってくれるかもしれない、ある程度国民と医者、国民と弁護士の信頼関係あるわけですよ。それはやっぱりそれぞれのモラルを含めて、やってる側、医者とか弁護士はそれなりにもちゃんとしたきちんとした仕事するわけ。建築士っていうのは単なる道具なんですよ。道具、要するに図面を描く道具なんです。ただのでプロフェッションの関係はないわけで、私は世界中から見ると全部建築家はプロフェッションで、町のお医者さんが建築家だったというふうに私は言ってるんです。これはもう単なる技術者だから、図面描く人だけなんですよ。そこが一番信頼できなくて、しかもアニハみたいな出てきたら、やっぱこれ悪いやつがいるかもしれない。そうやって見てみると、竹中もやってる、鹿島もやってる、もういろいろ超大手ゼネコンってやつもみんな偽造ったり、間違ったりしてるってこと。その信頼が全然なくなってるわけで、信頼が全然ないときに、だから、これを法律の網で全部縛っちゃって閉じ込めるかよ、あるいは教育から全部やり直して信頼関係取り戻して、あの簡素な法律にして、この信頼を任せるという選択肢があったと思うんですけど、今の方はこれ全然ダメという形にしちゃって、あらゆるものを法律に縛っちゃった。誰も動かない。これもやっぱり規制強化ですよね。もちろんです。だから制約戦線だった規制強化、しかもいい方向に向かない規制強化だから分かんない。
これマスコミの罪も大きいと思うんですが、そのあたり先生どう思いますか？全然マスコミ何もそのアレ派とかは騒ぎましたけど、これこそ私はね、あれアレ派だけ悪いんじゃなくて、いろんな人がいっぱいやってるんですよ、間違いなくて。日本では風方がいろいろあるんですけど、危ない建物って山ほどあるわけですよ。一番が悪いのは病院が危ないわけ、学校が危ないわけ、市役所が危ないんですよ。その合法か一脱法か別にしてね。だからこれは根本的に建築のあり方を考え直すべきいいチャンスだったんです。そのために私は2つ提案してるわけですよ。建築をプロにさせようということが一つと、プロフェッショナル。もう一つは建築確認について民間でやるんじゃなくて、自治体がちゃんと全部調べるという形にしなさいと。建築確認しなさいというふうに言って、これは絶好のチャンスだというふうに思ってるんですが、これを支持するマスコミってのはほとんどいない。わかんない。あれがいるとわわ騒ぎ、建物を倒れるとわわ騒ぐけど、どうしたらいいかっていう時に全然もう食い込めないという状況です。その一番大きいのは読めないからです。読めないからわからない。わからないことは報道できない。そこが最大の問題なんですけどね。で結果的にさ、建築家にただ滞ってるとか、それ GNP にも影響したとかってあるんで、なぜそうなのかというところ根本にメスを入れない限り直せない。そういうと先生、このやっぱりマスコミが果たしている役割も非常に大きいと、今回のいわゆる建築基準法の改正によって、これだけ要するに建築業界がね、もう大変な状況でしょうか。そうそう、父さんもそうですよ。もうまあ自殺っても聞いてるし、大変ですよ本当に。みんな命かかっちゃってる。裾野がひどいですからね、それはだって建設会社だけで何十万会社があって、働く人口は日本の就業人口の1割占めてるんですからね。それは大きいですよ。そこも停滞するんですか。それはもうとにかく日本経済全体に響きます。間違いない。今後これどうすればいいんですか、先生。いや絶望に近いね。絶望に近い。直せない。だからやっぱり根本的に政権交代して建築基準法から全部やり直すというぐらいのことをやらないと、ちょっとした部分的手足が動かないです。ということはゼロベースっていうことですか。そうそんなにひどいんですか。どう読めない法律、法律じゃないでしょ。それで何百万人食ってるんですよ。めちゃくちゃでしょ。